回の動画は我が家で使っている金魚たちの餌の紹介をほんの少し紹介します。イトシーの金魚の餌、これは格安でよく食べますよ。恐竜の餌も使っています。よく食べますね。ほんとよく食べるんです。金魚って何でも食べるのかなと思うくらい食べますよ。ツンツン行動、可愛いですよね。一生懸命餌探しています。3種類の餌を1日2回あげています。餌やりすぎよくあるんですよね。我が家もたまにやりすぎちゃうことがあるんです。そうすると長いのしますよね。餌をほんの少し少なめにすれば治りますよ。食べたい食べたいって寄ってきますけどね。でももうあげないよって金魚たちには言うんですけどね。でも金魚たちはたくさん食べたいんでしょうね。やりすぎ注意しましょうね。私も食べ過ぎに注意しなくっちゃ。ここに映ってる白い金魚、タンチョウとシシガシラの子供なんです。ちょっと大きくなりましたから子供たちの水槽から引っ越してきたんですよ。今ここの水槽には子供たちが2匹、あ、このオレンジの子も増えました。また他に子供水槽にいる子たちがいるんですけど、今度外で飼育しようと思っています。動画はどうでしたか？また次も楽しみにしてくださいね。